スティーブン・ゴモーレフはカナダ代表のフィギュアスケート選手。2018年 JGP ファイナル優勝。2018から2019シーズン彼は JGP ブラチスラバと JGP カナダに出場。JGP ブラチスラバでは SP77.67 とリード。FS では4回転ルッツ、4回転トゥループ、4回転サルコーマイナス3回転、トゥループを組み込み。 4回転ルッツを競技で成功させた最年少のスケーターになった。JGP カナダではジャンプに苦しみ5位となり JGP ファイナル出場を確定させることはできなかった。当初 JGP ファイナルには出場はできなかったがアンドリュー・トルガシェフが欠場を発表し急遽繰り上げでの出場が決まった。その JGP ファイナルでは FS のジュニア歴代最高得点を叩き出し優勝を飾った。また、羽生譲るの記録していた JGP ファイナル男子最年少優勝記録を塗り替えた。2019から2020シーズンコーチをラファエル・アルトゥニアンに変更し、アルトゥニアンの下でトレーニングを積みながらリー・バーケルともトレーニングを積むこととなった。ジュニアグランプリシリーズは JGP レイクプラシットと JGP ザグレブに出場。JGP レイクプラシットでは SP では自己ベストを更新し2位になるも、FS では2度の点灯もあり、点数が伸びず佐藤俊に次いで2位となった。JGP ザグレブでは SP6 位と出遅れ、FS でもジャンプに抜けがあるなど点数が伸びず5位となり、シリーズ順位は8位で2年連続の JGP ファイナル出場を逃した。その後右足首の骨の打撲などにより、カナダ選手権を欠場したが、2020年世界、ジュニアフィギュアスケート選手権の代表に選ばれた。世界ジュニア選手権では、SP、FS どもにジャンプにミスが出て17位と昨年より、大きく、順位を落とした。テンプレート、NAVIGATIONJUNIO。 r g r a n d p r i x f i n a l c h a m p i o n s f i guresktingmen.、E、ありがとうございます。